リッキー・タラトリッキーです。この世に起こりうる自称事案をスピリチュアルの観点から考察していきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。このニュースを初めて聞いた時は、もう1年経つんですよ、ね、1> 最近政治が物騒になってきてるから、ああ議員さんの代わりに奥さんを襲われちゃったんだなーぐらいにちらっと見てちらっと思ってたんですが、どうやら旦那さん議員さんをやってる旦那さん自身が犯人ということで捕まってしまいました。 長野県議員丸山大輔氏に関して、今回占ってみたいと思います。立派な方なんですよね。長野県議員やられながら。で、田舎なんでね、まあ、町おこしみたいな。こう、活動もやってらっしゃった。明治時代から続く酒造の。社長もやってらっしゃった、そうなんですね。で、お子さんもいると。なぜ。 え。ネットではもうすでにね。サイコパスじゃないかなんてね。コメントがよく見受けられるんですが、確かになんか、うんちょっとサイコパスっぽいなっていう気もするんだけどね。ひょっとしたら謝めてしまってから、ちょっとネジが一本取れちゃったかもしれないよね。もともと非常にまあ、当たり前だけど、しっかりした方だと感じます。まあ、まずホロスコープ見てみましょう。 非常に福徳高いホロスコープを持ってらっしゃるんですよね日曜日生まれの筆縮で、まあ、強さも持ってらっしゃいますよ獅子宮そして虎年生まれと明リがですね万問貫禄位に入ってらっしゃいまして非常にやはりしっかりしてる方なんだけれども同時にできちゃう人だと思うんですよねできちゃうできちゃうから何か そこに心の隙間が生まれちゃう人かなという感じがしました。うん、できちゃう人だと思います。銀やってんだから、そできちゃう人なんだろうけど。うん。で、年運がですね。平門夫妻に入ってますね。水の年から安に変わっていきます。まあ、まさに夫婦間の問題に決着つけたみたいなね。 感じかもしれません、まあお子さんはほんと悲劇ですよねもう何と言ったらいいのかお子ささんんが発見してて通報されいるみたいなんですねお母さんが酒造の会社のね事務所で倒れてると首を絞められて倒れているってそれをお子さんが発見しただけども1年経ってそれ自分のお父さんが犯人だっていうことが分かったわけなんですよねこれはショックだと思います、ね。私はね多分 感情がパッと弾けて突発的にやったんじゃないかなと思うんですね非常に女好きな方で愛人を持つことがこの大輔さんのアイデンティティとして承認されてたんじゃないかなってある程度それが奥さんが積年の思いみたいなのが抑えきれなくなってズカ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 って。 大輔さんのこうテリトリーに入っちゃって踏み込んじゃってそこで大輔さんびっくりしてか感情が爆発してねふわーってなったかなっていう、うん、なんかそんな気がしますけどね逆にこれ計画的ににやっってたたと思ったら本当にちょっと怖いですねあちょっとなんかどうかしちゃったのかなってネジ一本取れちゃったのかなっていう感じがしますけれど、ね、奥さんが非常に可愛らしい方ですけど多分感情で動く方だと思うんですね。大輔さん はもう合理主義でしょ物の考え方も合理的に考える、まあ、議員やってるぐらいなんでねだどんな罪人でもね罪を犯した人でも最低限の人としての尊厳っていうのはあるからそのテリトリーまで到達しちゃうと思わぬこう反撃自分が正しいにしても思わぬ反撃ゃも,もゃないですからねそこはやっぱりいいの取り方って絶対気をつけけななきゃいけないさてではですね早速この丸山大輔氏の。 タロット見てみたいと思います行きましょうよしとさてとんでもないことをしでかしてしまいました丸山大輔長野県議員のエネルギー市場見てみたいと思いますめい、うん来た来たね破滅です ドンと天井の位置に来ましたそして世界の裏側負の原動力みたいなのが流れていってそして名号タイこれはちょっと不気味だけどね大輔さん本当にやってやったぞっていう気持ちでいるかもしれない笑い事じゃないけど。 にくかったんだろう、ねうん名答えそして逆名答えいきますドンと告白かなどこにも行けないそして告白する時が来るとそして5満門の方で「 やっぱりでできちゃう人なんですよね社会的に成功されててうんもうなまじかできちゃう人だからなんかそこの隙間が、うん、なんかちょっと危険な部分があったのかなっていうそして名誉タイト言っても努力は怠らない方コツ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 自分を磨き続けますがやっぱり。 うん、やれちゃうんだろうね多分ねそこにやっぱ隙間が出てくる逆位置できておりますうん、まあ、だけどこの天井が一番物語ってますね最後1枚いきましょうドンと殺したかったんだろうねやってやったぞ武力行使だ 男の武力行使って歪んだまあ歪んでしまった歪んだ男のダンティズムみたいなものかなダメですこんなんでましたいかがでしょうかやっぱりねこう不倫なんていうのはね世の中に横行していてまあ男と女のねなんて言ったらいいかな ま、最後のロマンスみたたいいなねこう継がいになねがにったこう結婚したね男と女の最後のロマンスみたいなそこでだけは潤ってられるみたいなさ生きてられるみたいな、ま、結局そこに至ってしまうまでのプロセスっていうものがあるわけなんだけどやっぱりね仮に相手方の不倫を見つけても感情的になるのは当然なんだけれどもただ行動に関してはやっぱり冷静にならなくちゃいけないよね。 どんな罪人、罪を犯した人にも最低限の人としての尊厳はあるからそこを「いや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 !」って言って責め立てちゃうと非常にやっぱ危険ですよね。昔私が付き合っってたた女性でで、まあ、不倫という関係だったんです相手のその女性は旦那さんがいてお子さん2人いたんだけれどもリッキーダメじゃねえか不倫なんかしてって言うかもしれないけど旦那さんにもその不倫相手がいたんですね。 いわゆるダブル不倫というやつでそもそもは旦那さんが初めにこう愛人を作ったらしいの、ね、でそれでその私が付き合ってたその彼女がじゃあ私も付き合うって言って私がまあ付き合ってたんだけどいわゆる公認のダブル不倫だって驚くべきは私はねななんで別れいいののって聞いたのそしたら子供が2人いるから子供が成人するまでは今の型を保っていたいって言ってた。ただ だけどもう果たしてしまってるだろうって話をしたら「いやまだ子供にはバレてない」って言ってたんだね。どうしたらバレないのかと思うんだけどいや子供の前では平然としてパパとママを演じてるって言った。でそれ聞いてまあ一つなんかその旦那さんのこともねすごい見上げたもんだなと思って自分だったら耐えられないですよ。 そん,ななんか毎日が FBI のアンダーカバーみたいなさ覆面捜査してるみたいなそんな生活疲れちゃうよね、まあ、実際その彼女ヘドヘドほどほどに疲れてたんだけどもだから朝の食事なんかも一応作,る作ってさ出てくるんだけど、まあ、朝食事時もう全く会話がないって言ってたからでもうだから、まあ、その最初にその愛人を作ったのは旦那さんだったらしいね で行く旦那さんはもう愛人を作ってることを隠さなくなったこれが俺のアイデンティティでありステータスであり俺はこういう男なんだからそんな俺をまあ認めろみたいなそういう流れになってきたこれ当然それは奥さんからしたら怒るわけなんだよねもう許せねえという気持ちがあるわけなんだよだけどこの時感情のままに動いてしまうかそれともそれはそれとしてね まあ別のこうものの考え方持ってき方立ち回り方もあるよということをこ,れをこの選択肢っていうのはそこまで男と女行っちゃったらもうどちらにせも大変なんだけどそういう感情があるこの感情を、あのー、自分の持ってる今この感情をねそのまま解放しなくちゃいけないんだってそれが正当なことなんだっつってそのままグッてこうぶつけてグって入ってちゃうと。 もうひょっとしたらもう大変なことになっちゃうわけなんでねまあ私のその不倫してた相手はやっぱりお子さんが2人いたから大切なその2人のためにこ,うこれはもう旦那さんもそうなんだけどねこう理性を保って頑張ってたっていう子供お子さんがいたからだろうねお子さんの力存在があるからこう保ててたっていうお前不倫しときながら偉そうなこと言ってんだよって多分突っ込まれちゃうかもしれないけどうんただ私はすごく このお付き合いからいいいいこと学びままししたよいろいろ感謝してますだけど今時さなんかこんなこういう時こそねこういうもう積年の思いが爆発しそうな時こそ落ち着いて感情は感情としてそれは大切にしてね行動は冷静になんていうと今時さあのー。 なんての今時さ女性も強くなっててねなんか男が寝てる間にその許せねえ男の眉間に傍観を打ち込む時代だからね傍観ですよ北斗の剣の世界じゃないよねもう世紀末終わったよねだからあんまりなんかあんまりこう冷静に冷静っていうか冷淡になりすぎてもらっても困るけどねあくまで人としてうんしっかりやっぱ地に足をつけてやっぱ動かないと。 誰も得しない結局よし行こうさなうやぶれはかむししするはおろかしインゴもやし落とし弱き圧式を起こしそして さなうな死にがむし我が魂投資。えええやっと。 いいね、コメントチャンネル登録ありがとうございます大変励みになっておりますリッキータロットリッキーでしたそれではまたバイバイ